はい、皆さんこんにちは。信長の野望の続きプレイしていきましょう。前回までにですね、すでに真田が征夷大将軍につくというところまでお届けをしました。ただ依然このような形ですね、半分以上を真田が治めてますけども、宿敵徳川もまだ十分な勢力を持ってますので、もう少し徳川を叩いた後に、総無事令を出して、クリアとしたいと思います。目標としてはですね、まずは取り返されてしまった伏見、そして大阪、そしてこの姫路、ここまで取ったら終わりにしたいと思います。早速始めていきましょう。まずですね、雪村がすでに散っていますので、雪村亡き後の戦いということになりますけども、伏見奪還に向けて攻略をしていきたいと思います。田辺城に 23,300、 うわー、とても持つ気がしないな。佐竹が2万超えてますもんね、軍勢が。出るぞ、我が領内に敵が迫っております。表彰を始めます。報告いたす。ただここはなんとか持ってくれるかもしれないですね。始めます。先月の収支です。この伊賀上野城が落ちればですね、下からも伏見を狙えるようになります。まずはこの田辺城をなんとか守りきらないといけないです。出陣します。どんどん人が死んでいくな。表彰を始めます。報告いたす。城が取り囲まれました。出陣するぞ。出陣するぞ。ご命令を。報告いたす。報告いたす。自ら出陣させましょう。兵5300を引いて田辺城の救援に向かいます。我が方の城包囲されました。どうした、大輔。大輔はいけないんだ。承知いたしました。軍隊として真田桃をつけていきましょう。城が取り囲まれました。表彰を始めます。報告いたします。敵の数残りいくつ。3000か。これなら撃退はできそうですね。撃退しました。敵将。そしたら
非常を挟ます。腕が鳴るぜ。表情を始めます。先月の収支です。庭長重。我が戦お見せしましょう。我が戦お見せしましょう。出るぞ。必ずや勝つ。表彰を始めます。報告いたす。先月の収支です。報告いたす。ご命令を。報告いたす。報告いたす。順調に勢力を広げてますが、どうかな。我らに撃てぬ敵はありません。いざ戦へ。出るぞ。必ずや勝つ。伏見の奪還作戦がうまくいくかどうか。表彰を始めます。ここからも出陣させましょう。大輔自らが伏見城攻めに加わります。出陣します。出るとするか。出陣します。我らも加勢する。すごいことになってるな。だと ご命令ください。報告しますね。これが先月の収支ですね。すごい、誰かがテンパってる。細川忠興か。まだ生きてんだな忠興は。うわ、大輔が出陣する。表彰を始めます。報告いたす。よし、伏見も陥落するのは時間の問題ですね。我らに勝てる敵はない。出陣する。出陣する。いざ戦場へ。戦場へ参る。表彰を始めます。報告いたす。報告いたす。もうここまで来るとほぼ見てるだけで済みますね。さすれば勝つ。敵将捕らえたい。出陣する。ご命令を。報告いたす。報告いたす。勢力図がどんどんと塗り替わっていってますね。出るぞ。いざ参る。逃がしゃしないぜ。出陣します。ただ武将の死んでくペースが早すぎる。武将を確保していかないと。出陣するぞ。出陣する。いざ参ろう。前線に武将が足りなくなりますね。というわけで前線に武将を配置転換しましょう。と言ってももういないのか。移動元に設定できるようなところに武将がもういない。そしたら軍団をちょっと再編成してですね、拠点をこの辺りに決めましょう。で、
所属拠点をクリアします。でこの赤い軍団も同じですね。信行もこの沢山あたりに構えますか。で、代わりにですね、この吉見の軍団を本拠地を浜松ぐらいまで移動させましょう。で、代わりにこの辺りまで持ってきちゃいましょう。で、同じく秋田の軍団も本拠地を ここ富山城に設定して、この辺りの領地を丸ごと秋田の軍団に組み入れましょう。よし、これで OK だ。で、代わりにですね、配属で前線に武将を送ります。もうこの辺はいないんで、まあもうこのね、水色の軍団のところにも人をあまり置いておく必要はありませんから、重点的に人を配置していきましょう。前線に人を配置していきます。武将もう全然いないもんな。別所義治弱すぎる。もうちょっと強い武将のがいいですね。まあこの辺しかいないんだな。よし、こんなところでいいでしょう。これでだいぶ前線に武将が集まってきたはずです。出陣するぞ。出陣するぞ。出陣する。出るとするか。
ご命令を報告いたす。先月の収支です。報告いたす。調停工作をしておきましょう。もう特にね、やることもないっていうのもあるんですが。お、島津が死んだか。豊久が当主になったんですね。表彰を始めます。報告いたす。先月の収支です。報告いたす。出陣するぞ。敵将ヤグムネノリが福知山に3万か。福知山ってどこだろう。この辺かな。どうした。あ、そうですね、かかってきな。ここ、ね、敵将捕らえました。さあ大阪までもう一歩というところまで来てます。ご命令を報告いたす。先月の収支です。報告いたす。どうした、おじけついたか。出陣するぞ。出陣するぞ。出陣するぞ。始めます。報告いたす。報告いたす。さあガンガン攻めてくれ。出るぞ。いざ参る。出陣するぞ。いやー、殺しておきたいけど味方にもしたい。やっぱりね、こちら雪村政宗と連続で強い武将、まあ寿命という形ですけど失ってますからね。出陣します。出陣します。敵将捕獲したぞ。出陣するぞ。敵将捕獲したぞ。始めます。報告いたす。いざ参る。大阪城も取りそうですね。逃げたければ逃げなさい。腕が鳴るぜ。行商を始めます。報告いたす。大阪城を取るなんてことになるとすごく嬉しいな。大阪城囲んでますね。大阪を。松平忠直とかも処刑しときたいんだけどな。いざ参ろう。これで決まりです。出陣するぞ。土井俊勝とか殺しときたいですけどね。後の大老ですね。多分初代大老が土井俊勝なはずですけど。ご命令を報告いたす。先月の収支です。報告いたす。我が戦お見せしましょう。出陣します。出るぞ。行商を始めます。報告いたす。先月の収支です。報告いたす。あなた方はもう終わりですね。皆遅れるな。敵将
捕獲しました。お、大阪城もついに取ったか。ご命令を報告いたす、報告いたす。土井利勝なかなかくだらないな。さあこの近畿一円から、あ、徳川を一掃しましょう。幕府に歯向かう徳川、標準の意を示したら別なんですけどね。会員をもらいましょう。まだここまでしかもらえないんだ。まあこの岸和田城とかね、取るのも時間の問題ですね。我が策をお見せしましょう。出陣する、出陣するぞ。腕が鳴るぜ。和歌山岸和田あたりはもう確実に取れるでしょう。朝廷工作をもう一度しましょうと言って、もうこの辺りしかやることないですからね。工作できる相手もいないし、いないんですよね。はい、うわー、渡辺官兵衛も死んだか。表彰を始めます。先月の終始です。ちょっと今どうなってんだろう、勢力的には。武将数59、松平、あ、もう徳川ですらないんですね。武将数16とか19とかが、かなり苦しいわけだな彼らも。出陣する。我が策、戦場を制す。表彰を始めます。報告いたす。出るとするか。敵将、捕らえました。島津が死んで立花になっちゃったんだ。武将にします。表彰を始めます。報告いたす。武将の数が足りないんで、姫ももう武将にせざるを得ない。よし、岸和田も取りましたね。あなた方はもう終わりですね。ご命令を。先月の終始です。報告いたす。まで47か。松平忠直を処刑だ。みな遅れるな。我が戦お見せしましょう。ご命令を。先月の終始です。
13人も不足してるんだ。お見せしましょう。我が策、戦場を制す。といっても武将の数が足りないからな。ご命令を報告いたす。報告いたす。土井利勝がついに下りましたね、こっちに。ただ土井利勝が先頭に出てくるなんていうことはもう、徳川もかなり、いや松平家ももう武将があまりいないんですね、きっと。出陣します。始めます。報告いたす。報告いたす。淡路も取りましたね。敵将捕獲しました。行商を始めます。先月の終始です。四国方面に軍勢を送りたいな。また朝廷で任官を受けましょう。歌の神いいのかどうかちょっとわからないですけど。赤松か、早くこっちになびいてくれりゃいいんだけどな。出陣します。出陣します。我が戦お見せしましょう。始めます。報告いたす。報告いたす。朝廷工作しましょう。で、あとは配属で移動させますか。始めます。報告いたす。無事にするな。生きるのだ。うわ、信勝が死んだか。行商を始めます。優秀な武将がどんどん死んでいきますね。敵なし。鬼っていうのを使ってたの今。これ誰？信行か。さすがだな。行商を始めます。報告いたす。
あなた方はもう終わりですね。敵将、捕らえました。行商を始めます。先月の収支です。この軍団に、また加えましょうか。取ったんだな。行商を始めます。報告いたす。もう一応、目標は達成したので、いつでもクリアにすることができるんですが、もうあとちょっとだけやりましょう。敵将、お待ちしました。徳川、今や松平か。息の根をね、止めるところまで行かなくても、近いところまでやってしまいたいと思います。行商を始めます。報告いたす。ちょっと軍団再編成しますか、また。届かないんだ。じゃあ本拠地この人吉城に置きましょう。でまた例によって人をね前線に移動させましょう。別所だろうが何だろうか、どん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 武将をね前に持っていかないと。
統率なかなか強かったな今の武将。こいつも強い。あ、腹心として使ってましたからね。よし、こんなとこでいいでしょう。本拠地をどこに設定するか。武田城とかにするか思い切って。この辺りはね、前線に人を送るというすごく単純な作業を繰り返すだけなんですが、これ非常に重要です。OK です。敵将仕留めました。勝利をつかみます。表情を始めましょう。報告いたします。この武勇天下に示す。お命令ください。報告いたします。報告いたします。移動できる武将がいない。勝ち目はありません。お、松平家寝返ったやついんのか。バカめ。将軍家ぞ。表情を始めます。報告いたします。武将になっておくれ。
の終始です。報告します。なんか顔に似合わない声してますね。我が策で勝利をつかみます。なんか九州じゃない四国方面があんまり芳しくないな。また人が死んだか。そしたらですね、移動先をどこかにして兵力が多いとこがいいですよね。12000。12000ってありましたね。まず1個キヨスに大輔を移動させて、さらに北の将に月を移動させましょう。でそれぞれの場所から出陣させましょう。OK です。そしたら出陣してここ徳川城で合ってますか。始めます。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。もう徳川虫の息と言っていいだろう。きっと、あでもまだ29万も兵力持ってるんだ。強いな。我が策で勝利をつかみます。始めます。報告いたします。今どこまで進んできてる。まだ遠いですね。出るぞ。あなた方はもう終わりですね。出るぞ。お、来たな。右上の方から来てますよね。そしたらそれに合わせて進行させましょう。出陣します。出陣する。ご命令を報告いたします。報告いたします。大輔は行くぞ。目的地を変えます。我が策行くそばを制す。出陣しよう。月も、はい、変えます。表情を始めます。報告いたします。この武勇天下に示す。黒田和成強し。出陣しよう。どうかおとなしくしてください。武将とは思えないな。先月の終始です。どうかおとなしくしてください。
駆立ちいたす。お任せください。もうついに死んだが、こいつ何歳だったんだっていうぐらいのやつですからね。敵将捕らえたり出陣する。さあ徳川滅ぼすの時間の問題だ。これは徳川滅ぼすところまでやらせてください。助け立ちいたす。助け立ちいたす。逃げるなら今のうちだぞ。敵将捕らえたり。我が策、戦場を制す。表情を始めます。報告いたします。戦場へ参る。加勢いたす。柳生宗則。助け立ちいたす。助け立ちいたす。助け立ちいたす。助け立ちいたしますぞ。へえ、真田を連合組むかね、将軍家に向けて。表情を始めます。報告いたします。先月の収支です。これで決まりです。加勢いたす。加勢いたす。加勢します。お助けいたします。これが我が魂、我が覚悟。毛利滅ぼした。敵将捕獲したぞ。ご命令を報告いたします。報告いたします。表情を始めます。報告いたします。また軍団を再編成しなきゃいけないですね。そしたら備中高松城を本拠地に設定して、行きましょう。もう一個の軍団が羽衣石城にするか、いやもう最前線にしちゃいましょう。いや待て、弱くなりすぎる。山陰方面はやっぱりちょっと微妙ですね。支配地域が少なくなりすぎるかもしれない。これに合わせてまた
武将を移動させなきゃいけないですね。小沢剛。石田茂家も移動。というかもうほぼ全員移動させますけどね。田村。これからは対山、旧島津家。今の山田家とも戦争になりますからね。まあ彼らがね、屈服してくれればいいんですけど、そんな感じもしないんで、本当は徳川を滅ぼした後は終わりにしたかったんですけどね。伊達成光。もう伊達成光もかなり高齢にはなってると思うんで、いつ死んでもおかしくないと。もうここまで来ると単なる趣味っていう感じなんですよね。もう僕の見ていただいてる方には大変退屈で申し訳ないかもしれないんですけども、ここまで来たら全ての城を取る、それくらいの気持ちでね、やっていきたいと思います。城が取り囲まれました。敵に城を奪われました。久しぶりだな、こっちが押されるなんて。誰これ。うわー、2人も死んだか一気に。おめえれよ、先月の終始です。きっと佐々木小次郎か。どんな能力になってんのかちょっと興味あるな。武勇が89か。統率とかはまあ低いんですね。やっぱとするか。表情を始めましょう。報告いたす。さて、キヨスに戻ってないか。目標を大阪に変えましょう。軍団はちゃんと攻略の指示は出てんのか。出てますね。始めましょう。報告いたす。さあ、ぐいぐい行け、ぐいぐい。
敵将、捕らえました。我らに撃てぬ敵はありません。出陣します。我が策で勝利をつかみます。ここに来てラッシュになってますね。表情を始めましょう。報告いたす。ご命令を報告いたす。報告いたす。徳川の息の根を止めろ。あと武将は5しかいない。この武勇天下に示す。我が戦お見せしましょう。今や島津も敵になったからな。交渉を始めましょう。報告いたす。何、討ち取られたのか。討ち死に出陣する。どうした、かかってきな。我が戦お見せしましょう。やるぞ。さあそろそろ長くなってきましたので、この年が終わったら一旦終わりにしたいと思います。もうあと3ヶ月、お付き合いください。敵将捕らえました。逃げたければ逃げなさい。表情を始めましょう。報告いたす。捕獲したぞ。必ず生きて帰るんだ。逃げたければ逃げなさい。出陣するぞ。我が戦お見せしましょう。出陣する。報告いたす。報告いたす。さあどうなってる。徳川を滅ぼしたら終わりにしたいと思います。出るとするか。さすが毛利勝長、強いな。交渉を始めましょう。報告いたす。もうあと2つの城なんで、このままやりたい。やらしてください。
我が領内に敵が迫っております。稲妻死んだか。ごめる王国いたす。さあ残すところあと2つの小城残すのみです。出陣するぞ我が方の城包囲されました。出陣する。必ず生きて帰るんだ。表彰を始めましょう。報告いたす。我が戦、お見せしましょう。どうした、かかってきな。敵将捕らえたり。さあ残すところあと一つになりました。表彰を始めましょう。報告いたす。さあ終わりだ。徳川の息の根を止めろ。敵将仕留めたり。我らに撃てぬ敵はありません。やったー。敵将捕獲しました。嬉しい。総武事例を出したいと思います。加勢いたす。加勢します。いざ参ろう。お助けいたします。敵将捕らえました。敵が我が領内に向かっております。このターンで総武事例を出して、クリアにしたいと思います。本当に、長らく前だね、最後までご覧いただけた方本当に本当にありがとうございました。最後は、雪村の野望ということで、雪村の息子制作を取り行います。大輔が達成しました。総武事例の発令により天下のすべての戦いは終わり、戦国のように平穏の時が訪れた。長きにわたった争いの中でやがて人々は古き時代の良さを見直すようになっていた。
ちょっと前とは石田三成でクリアした時とはちょっと違い感じでしたね。あ、そうそう、最初は前田だったな、標的が。で、上杉取り込みましたね。直江兼続とかいたな。そして大活躍してくれた政宗、取り込みました。ありがとう。で、まあ、東側をね、完全に制覇して、徳川に侵攻作戦をして、ここで近畿も抑えましたね。そしてもうここは徳川を征伐するための戦いということで、どんどんと徳川の領地を奪っていったと。で、最後はね、島津、長宗我部、この辺りとも戦端を開きましたけども、もう、我が、真田が勝つのは自明というところもありましたので、総武事令を出して天下平定ということにさせていただきました。というわけで本当に、最後までご覧いただいた方ありがとうございました。